フランスで使用された重進化時間による時計重進化時間とは単位を10の累乗数ごとに設定した時間や時刻の体系である。現在世界で広く使用されている時間の単位は360を30と12の席に分解したもので12の倍数、30の倍数、60進法に基づいている。すなわち一年は概ね百六十日で十二ヶ月。 1>, 1ヶ月は、おおむね30日、1日は24時間、1時間は60分、一部は60秒で、ある。これらを12進数で表記すると、1年は、おおむね260日で10ヶ月、1ヶ月は、おおむね26日、1日は20時間、1時間は50分、一部は50秒、となる。12と30が波数にならない6進数で表記すると、1年は、 おおむね1400日で20ヶ月、1ヶ月は、おおむね50日、1日は40時間、1時間は140分、一部は140秒、となる。1、4と1、5が1桁で収まる二十進数で表記すると、1年は、おおむね、i 礼で一ヶ月、1ヶ月は、おおむね1英比、1日は14時間、1時間は30分、一部は30秒、となる。 重心数に慣れている人々にとっては、1年は12、ヶ月、1日は24時間で4の倍数や6の倍数が波数になりやすく、3分割が難しい上に、4分割も2桁が必要になり、520秒は何分か、1時47分から5時24分までは何分あるかといった時間の計算は難しい。そこで10のべき上で単位を設定すれば、 時間の計算が優しくなる。例えば1分を重心数の100秒とすれば、520秒が5.2分であることはすぐにわかる。国は漢字文化圏で使用される時間、時刻の単位である。様々な長さの国があり、同じ時代の同じ地域でも複数の国が並用されていた。別に、1日を1等分する国もあった。 一日は八は86,400秒であるので、1国は864秒に相当する。なお、国一国の国はこちらの意味である。通常、重進化時間といった場合は、フランス革命直後のフランスで導入されたフランス革命歴の時間の単位を指す。人類の歴史の中で重進化時間が公式の単位として採用されたのはフランス革命歴のみである。 正確には古代中国で1日を100等分するときという単位が使われていたが、これは蒸気のような経緯で導入されたものではない。フランス革命中の1793年10月5日、重進化時間が提唱された。これは1日を10等分し、それぞれの分割を100等分、それをさらに100等分するというものであった。これにより、正午は五時。 視野は十字となる。1793年11月24日、それぞれの分割に名前が付けられ、二つ目の分割をミニットでサムル、三つ目の分割をセコンドでサムルとした。フランスでは1から10までの重心化時間のメモリと1から24までの重心表記による従来の時間のメモリの両方が表示された時計が作られるなどしたが、 結局、重進化時間は普及しなかった。1794年9月22日に重進化時間が公式に導入されたものの、1795年4月7日には廃止された。なお、重進化時間の廃止は、メートル法を導入する法律の中で行われたものである。フランスでは、その後、1897年にも重進化時間の導入が検討されたが、 却下されて、その計画は1900年に中止された。天文分野などで、ユリウス通日に小数部をつけて、1日よりも短い単位で時刻を表現したり、コンピュータ内での時間の扱いなどで同様にして1日よりも短い時間単位を表現することがある。例えば0.1日は0.1イコール8640で2時間24分である。なお、 ユリウス通日では、天文分野の慣例といった理由で、視野ではなく、正午に日付が変わる。また、時間の計算で30分や12時間を0.5時間、0.5日と表記する方法も、重進化時間と言える。他にもいくつかの重進化時間が提唱されている。また、日に SI ット時をつけたミリピ、センチビといった単位もある。 ありがとうございます。